ベルギーのコングレ記念塔は、ブルセルのザ・プレイスジュ・コングレス、コングレス・プラインにある記念塔である。ベルギー国民議会がベルギー王国憲法を制定したことを記念する。塔は、ローマのトライアルスの記念柱からアイデアを得て、ジョセフ・ポーラエールのデザインをもとに、1850年から1859年にかけて、シャルル・ロジェが主導して建てられた。塔の頂点には、 ベルギーの初代国王レオポルド一世の像があり、台座は憲法の下で保障された4つの自由を擬人化した像に囲まれている。また、塔の下には無名戦士の墓もある。最寄り駅は、ベルギー国鉄のブリュッセルコングレ駅、ブリュッセル地下鉄のパークメトロステーション、EN、ボタニーク、クルイドチュインメトロステーション。最初の石は、1850年9月24日に、 ベルギー王レオポルド一世の隣席の下で設置され、1859年5月29日に正式に完成した。1929年には、塔でフェルナンド・デ・ローザによるイタリア王国のウンベルト王大使の暗殺未遂事件が発生した。塔は2002年から2008年にかけて修理された。コングレ記念塔の高さは47メートルである。 塔の内部にある193段の螺旋階段が惜しみなく掘られた手すり湖に装飾され、レオポルド一世の像の台座に囲まれているプラットフォームにつながっている。プラットフォームは16人の訪問者を収容できるが、安全面の理由からアクセスできない。レオポルド一世の像は EN ・ギオーム・ジフスにより制作された。ベルギー独立のための戦いに関わる重要な日付が、 国民議会と臨時政府のメンバーの名前、1832年のリベラルなベルギー王国憲法の重要な一節と、ともに党の台座に刻印された。台座を囲む4つの座像は憲法における大きな自由を示す。すなわち、結社の自由、信教の自由、報道の自由、教育の自由である。記念碑のような2つの聖堂のライオン像がモニュメントの正面にある。 2007年、サイクロンキリルにより、報道の自由像が吹き倒されたが、修理された。塔の下にある、無名戦士の墓第一次世界大戦の戦没者の追悼として、1922年11月11日に、無名戦士が、モニュメントの下に埋葬された。この無名戦士は、戦いで失明した、退役兵士のレーモンドヒーズブラックにより、 異なる戦場の5人の身元不明兵士から選ばれた。墓は永遠の炎を乗せている。第二次世界大戦後、戦没者の名誉を称えるために第二の記念碑がモニュメントに追加された。1998年第三の記念碑が1945年以降に平和への奉仕活動で亡くなったベルギー兵士に捧げられた。ありがとうございます。